世界トリップへようこそ。長野県千曲市オパステーキは平成24年4月20日長野駅始発で夜景鑑賞を目的とした臨時快速列車ナイトビューオバステを運行開始。平成28年5月10日クルーズトレイン四季島の運行開始に合わせて駅整備をし、ホーム待合室をリニューアル。電車で長野駅を出ますと約30分ほどでオバステ駅に到着します。オバステ駅を出て右手側にある自販機を目指し、駅舎のオレンジの光と夜景を眺めながらほっと一息、現実世界から離れ異世界へ来てみてはいかがでしょうか。